ベロボの市役所ベロボは、ブルガリア南西部の町、及び、それを中心とした基礎自治体。パザルジク州に属する。ヤデニツァ川がマリツァ川に合流するところにあり、トラキア平原の西端、リラ山脈、ロドピ山脈、スレドナゴラ山脈の三つの山脈のふもとに位置している。広大な景観、濃密な森と、豊富な水資源に恵まれた町である。 ベロボ自治体は1978年に発足し、その中にはベロボの町をはじめとする8つの集落を含んでいる。面積は339平方キロメートルであり、人口は1万人をわずかに下回る。イスタンブールとベロボを結ぶ鉄道は、モーリス・ヒルシュ男爵の会社によって1873年に開通し、重要な木材の生産と加工の地となった。現在、 西ヨーロッパから、ベオグラード、ソフィアを経て、イスタンブールへ至る国際道路網と鉄道がベロボを経由している。ベロボの製紙会社では、トイレットペーパーや、その他の紙製品を生産している。ベロボ基礎自治体には、その中心であるベロボをはじめ、以下の町村が存在している。A.B.2008 年10月8日閲覧。ありがとうございます。